はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションの代表の三木蔵でございます。そしてゲスト出口真紀子先生です。前回に引き続き60歳。いきなり動画に直端に、これはどういうことか、はい、そうなんです。あの前回の動画ここにリンクありますので、よかったらそちらから見ていただければと思いますが、あのこう見えてって言ったら大変失礼ですが、あの出口真紀子先生今年還暦を迎えるという、もう還暦って言葉がね、いやいいです、いいですね。なんかそう、これを、まあ、やっていいのかはちょっといろいろね自分で考えましたけど、やっぱりこう勇気を与えてくれる存在だと思いますので、まあ、前回はカミングアウトしていただき、その秘密にちょっと迫った動画を撮ったんですが、今日はちょっとふと思ったんですけども、その前回なんか基礎化粧品は全部手作りだとか、はい、まあ、オーガニックな生活を心がけてるってところはお聞きしたんですけど、まあ、よくこの動画でも注目度が高い食べてるものっていうね、うんうん、食生活についてもなんかお聞きしたいんですけれども、はい、どんな感じですか？はい、食べてるものはあの見ての通りあまり食が太い方ではないんですね。あのめちゃくちゃ細そうです。あのいやと言っても結構体重はあるんですよ。本当ですか？ええ、めちゃくちゃ細そうですけど、細く見えますが、まあまあ普通に体重はあって、うん、言うとえって思われるんですけども、あの食が細いので、炭水化物ではなくタンパク質を摂るようにしてます。うんうん、で炭水化物も好きなんですが、ですね、あの年齢とともに女性は、うん、悪玉コレステロールが絶対上がってくるんです、うんうんうん、これはもうあの更年期の後の女性は必ず上がってきて、うん、いろんな話をみんなとするんですけども、うん、1回上がると下がらない、よくこの話題になるんですね。で医者も言ってるように、うんうん、そこをどうしたらいいかというのをみんなでよく話します、同じぐらいの年齢。だから炭水化物を少なくすると糖質が下がるから、それはとても今は心がけてます。なるほど。だから夜はなるべく、うん、あのそうですね、ご飯お米とかパンは食べないですが、うんうんうん、すごく食べたい時はガッツリ食べます。あのよくヨガの世界では聞かれる、そのいわゆる肉を食べるのか食べないかってよく聞くじゃないですか、うんうんうん、そこに関してはどうなんですか？お肉はですね、私は食べます。お魚も食べます、うんうんうん、お魚の油は頭にとてもいいので、うんうん、これはあの認知症とかにも効くというふうに言われてますので、ボケとかにもいいと言われてるのでそれは取ります、うん、であとは牛肉が食べるとちょっとあの気持ち悪くなったり、うんうんうん、消化に良くないので、牛肉はあとインドの神様ということで食べないですが、あの牛肉とか、うん、とラムとか、うん、ああいうお肉は食べないですけど、うんうん、豚と鶏は食べます、うん、なるほど、はい、なんか料理もされる、もちろんもちろん、母ですもんね、はい、母で33歳、30歳のお二人のお子さんのお母さんですからね、はいはい、なんか料理とかどんな感じなんですか？料理は野菜中心がやっぱり多いですね、うんうんうん、あのスープたくさん作っておいて、うん、まあそれをあの食べたりとか、うんうん、そうですね、野菜中心が多いです。で野菜はなるべく有機のものも取ってます、うん、あの無農薬というのは、はい、基準があって農薬を使ってる場合が多いんです、ね、うん、だから有機野菜というのが有機のもので作ってるので、それが安全かと思って有機野菜をで食べてます。必ず食事の一番最初はフルーツか、生野菜を取るとその酵素が入ってくるので消化を助けてくれるんですね。あと糖質を吸収しないようにするので、うん、それをあのやってます。もう今の話を聞いてて俺何もやれてねえな。出口先生、お酒は全く飲まない？全くではないですが、あまり飲まないですね。耳が痛いな。そうお酒もそうなんですよ、糖なのでなるほど、はい、気をつけないとその悪玉が上がります。いかがでしょう皆さん。なんか私は聞いてて気持ちよかったのが、そのすごく若く見えるとかスタイルがいいとかお肌が綺麗な人って何されてるんですかって聞いたら、何もしてないですみたいな人って多いかと、なんか印象でね多いかと思うんですが、やっぱりちゃんと努力されてて、その努力がこういうことをやっててっていうのがなんか積み重なってるって、それが1ヶ月坊主じゃなくて何年何十年っていう形で蓄積された結果が、まあもう美魔女じゃなくて、もう魔女の上って何なんだろう、美仙人そうですかもしれないですね、美仙人、はい、
千人っていうところなのかなと思いますので、まあなんだろうな、こういうあの先生みたいな生き方に、まあ、もっと話を聞いてみたいとか、まあ、実際にお会いして話を直接聞いてみたいという方は、まあ、いろんなセミナーをここでやられてますので、よかったら、はい、あのご参加してみてはいかがでしょうかという感じで、次回はなんか今やられてる我々とやってる講座の件もお話を、はい、今日お聞かせくださいということで、はい、それでは皆さん今日もご視聴いただきありがとうございました。出口先生ありがとうございました。では。